どうもー、影やんです。今日は2021年5月4日火曜日、火曜日の朝、朝の空です。これは快晴ですね、雲一つない快晴ということで、すごく気持ちのいい朝からスタートということですね。で、昨日はね、こう水菜もあかんのでっていうことで、もぬき取った状態になっています。他のもんがどうかということ、まあ晴れてるんでね、いい天気ではありますけどね。あ、きゅうりこういい感じですね、うん、昨日ちょっとなんかしおれた感じを感じたんです。今日はこう元気な感じがこうあるかなというところでいいですね。でですね、唐辛子ですね。唐辛子もこう元気なこう葉っぱ、のように、まあ素人ではありますけど、そういうふうに感じますと。で、水菜があった場所はもちろんなくなっている。ここにね、新しい苗をこう植えていきたいなと。また買ってですね、何かをこう植えようと。で、まあまあ、水菜がね結構安かってですね、その時買った水菜ときゅうり両方ともこうしおれてしまったということは、あの時に売ってたやつっていうのがちょっと安かったんでね、その辺やっぱりこう安いということはですね、早く売ってしまいたいというのが、お店側にあったのかなとちょっと思ったりもします。ちょっとその辺よくわかんないですけども、大量方向しおれたっていう結果はあるかなというふうに思います。ということで、次がナスですね。ナスで、ナスがこれですね、ナスがこれが一番ね、ちゃんとこう身というか、この野菜の原型というかね、小さいものがこうできて、ちょっとピンボケですね。これぐらいがいいかな。これが今からどう大きくなって、食べられる状態になるかなというところで、これを楽しみに待ちたい。これと、まあ唐辛子ですね。唐辛子ときゅうりと。で、きゅうりもちろんまだですよね。あ、ちょっと出てきてますね。これですかね。これ出てきてますよね。どうなんですかね。どうなの。もうちょっと大きくならないとわからないですけども、まあきゅうりやったらきゅうりでいいかなというところで、以上となります。いい天気です。以上です。